ることだ。赤がかかりおったの。了解。返せば降伏開始。火をつけたのは貴様だ。ならば炭になるがよい。了解。前線情報より集中消火。相手はアホのすることよ。ブリトラ復活に備えし我ら貴様ごときに関わっておる暇などないわ。れ以上あやつを野放しにしては大回転に支障をきたす。よい、悪鬼不滅、鉄柱。カウントのチャンバーの室に侵入者あり。なんだこれは。それは神民より捧げられし魂から生まれたマントラよ。まさしく魂を天へと導く船というわけじゃ。ふざけた真似を。我が船団をここまで追い詰めるとは。なぜじゃ。原始極まる肉弾戦をこのわしが受けると本気で思うておったか。懺悔せよアスラ。策なくして勝利なし。けだものが幅を利かせた時代はとうに終わったのだ。ん？何が？おお！ようやく世界は安定した秩序を得るのだ。そして何よりお主の娘ミスラ様の力がそれを支えておる。待てというに汝とてこの世からゴーマを滅するために戦ってきたのじゃろう。それが間もなく叶おうというのだ。大回転がなされればもはや誰も犠牲になることなどない。そう、世界はブリトラの脅威より解放され永遠の楽土。世界の話は聞き飽きた。アルトゥラ。奴が気になるか。心配はいらぬ。殺したとて死ぬ玉ではあるまい。それでこそ我が求めた相手よ。ハハ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 ハ。カルロを倒したアスラ。次に現れたのはかつて死と仰いでいた男ボーナス。アスラはカルロとの戦いで傷んだ肉体を休めながらオーガスと昔を語らう。それがほんのひとときの休息だとしても。